どうも皆さんこんにちは。レックス煮越しの丸明です。今日は4月3日金曜日、それでは今日の丸始めていきます。では、今週は教養論文始まりましたが、今日は2回目ということで、少子化対策、昨日お話しました待機児童は少子化対策の一つ、課題についてピンポイントで各論で出た場合って話なんですけど、今日は全体像の少子化対策で見ていきます。でシリーズものでちょっと明日以降も引き続き分けて対策を紹介します。まずは非婚化、未婚化、晩婚化と叫ばれてます。そういった中で、一つ行政の、県、都道府県、市町村、かなりこの 1,2 年婚活支援で補助金を出したりとか、ある会社の例えば飲み会をしたところに補助金を出すとか、それから同窓会を開いたところの幹事に何人以上だったらいくら払う、そういった地方の自治体もあるぐらいです。ですから少子化対策ってもともと家庭を作るっていうとか一つ課題になってますので、婚活支援、もちろん自治体の政策としてありなのっていうところはあるかもしれませんが、実情としてはやってる自治体増えてますので、一つは政策の柱を2つ3つ立てる際には一つ婚活支援っていうのを入れていくといいと思います。それはなぜかというとやっぱり現状背景のところで、未婚化、繰り返しですけど未婚化、晩婚化、非婚化が進んでいると。で結婚っていうところの価値観多様化もありますけど、一つは結婚したいけどっていうところに対して行政の出会いの場の提供、婚活っていうような環境活動で婚活支援をするっていう団体もありますし、まずは婚活支援、これを一つ論文の対策の柱として考えてください。では今日の丸は以上です。どうも皆さんありがとうございました。